し、用事はとりあえず終わったぞ。全ての用事は済んだ。あとはもうゆっくりし、ゆっくりしよう。おいしょ。休みの日の楽しみ、スーパーのお弁当が食べれる。パ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日はスーパーの537円弁当、まあ、550円弁当ぐらいかな、約な537円。しチキン南蛮、なかなかリッチやな。550円もかけるリッチやな。でこれはどん兵衛のカレーうどん。これな、ドラッグストアでさ、黒豚のさ、まるちゃんのさ、カレーうどん売ってたけど、そっち買うときゃよかったな、そっち買うときゃよかったなと思いましたけども、買ってないんで仕方がない。何で取ったかな、これじゃねえよ、こっちだよ。よいしょい。はい、どうもありがとうございます。で、これまだちょっと時間だ。あとお酒いただきます。はい、人間ドックも無事に終わりましたんで、とりあえずね、まだ来月ちょっと検査に行かないといけないんですけども、まあ詳しくはまた何かで言いますと。乾杯。あー、キンキンに冷えてやがるわ。多分5分も経ってないと思いますけど、まあいいでしょう。いやだもん。よく混ぜて、スーパーで買ってきたコロッケを入れる。最近さ、コロナ対策とかもあるんかしらけどさ、もうお惣菜を取って自分で詰めるっていうことはないからさ、もう3個とかしか売ってくれねえんだよな。1個でいいのに、1個だけ欲しいのに。ではいただきます。コロッケはつけておきます。コロッケそばとか関東あるからね、そんなんと一緒。あー、うめ、でもうめ。全部すすらの終わらんのか思うぐらい麺がくっついてたね。うん、でこれは、卵焼き、ごぼうと人参のきんぴらみたいなのと、チキン南蛮、あと下にレタスとプティトマーテが乗ってます。うん、ちょうど12時前だったんで行った時はね、めっちゃ混んでました、スーパー。休みの日しかさ、コンビニ弁当とかさ、スーパーのお弁当食べられへんからさ、こういうのはさ、結構幸せ感じれるよね、俺はな。作らなくてもいいしさ、飯をさ、それがいいのよ。コロッケいただきます。うん、朝から肝にも作ってたから。朝、今日はね7時半に起きてて、掃除してゴミ集めて、で
9時ぐらい、9時からないとゴミさ、あの持って行っても引き取ってもらえへんから、バイクをさ車の荷台に乗っけて、でうん、ティッシュなかったで、車のスピーカーの調子悪かったんでね、結局左っ側でまだバチバチ言うから、結局線の問題ですよ、やっぱり。結局線、もう前から言ってたけど、線や言ってんの、線引き直してくれって言ってんのにさ、もう先っちょしか引き直してくれてなかったからさ、今日ようやくちょっと理解、もう違うスピーカーを持って行ってさ、両方がバチバチ言ったらもうスピーカーの問題じゃないでしょと、いや絶対そうや思ってたからな。あ、これもこれはステレオからも直接線引き直した方がいいかもしれませんねって人を言ってくれて、やりますってなって、ようやく俺がしたやってほしかったことに気づいていただきましたね。よかった。これようやくかわしてバチバチ地獄からね、俺脱出できると思ってるんですよね。うん、バイクもね、ツイッターとかあれではちょっと上げたけど、外装全部向いて、まあ、エンジンかかるようになったんで、またちょっとフレームの加工をしてもらいたいのと、うん、フロントフォークも変えてもらうから、あの自分でちょっとできないんで、そこはさすがに安全面も考慮しないといけないんで、それも持って行ってそこちょっと加工してもらうように。難しそうな雰囲気やったけどな。まあまあだけどできそうな雰囲気やったから、やっといてって言っといた。そのベースさえできれば、あとはね、ベースさえできたら、まあね、ナンバー取って、外装さんなら楽しいからね、やっぱね。タイヤがね、1インチほど大きくなるんですよ。大きくしたいんですよ。前輪のタイヤが1インチ大きいんで。タイヤの外周が変わると、サイズが変わるとさ、スピードメーターが変わってくるんだよね。ほんで車外のやつを付けようと思ってんやけど、スピードメーターを新設するのって難しいんかな、どうなんやろ。
まあその辺ね、そこまでまだ行ってない、何にも調べてないけど、最近は GPS 利用したね、デジタルのメーターもあるらしいけど、デジタル嫌なんで、あ、梅干しうめ、簡単につけ取り付けられるもんなのかなって、スピードメーター、タイヤが変わっても、あと最近はさ、全部バイクとか昼間でもライトつけなあかんや最近のバイクは2010年以前のやつは大丈夫やったかな、確かなんかそんな感じだったんだけど、まあ俺のバイク40年前なんで、約つけんでもいいんやけど、警察とかさ、原キャリ捕まえたがるやん、すぐ捕まえるやん、原キャリ突っ込みどころ多分満載の自転車バイクになったらさ、今大丈夫なんですと、古いバイクなんか日中つけてなくてもいいと、車体番号見せてくださいと、なっちゃうやん、車検もないとなればさ、その警察によって何とでもなるからさ、ちょっと論水にしようかもだけどさ、それも突っ込まれる可能性あるしさ、厳密にはあるもんって違法やからさ、あんまし言われへんだけでね、この全長が長くなる後ろのホイールを後ろにずらすっていうね、本当は10センチか15センチぐらい後ろ出したかったんやけど、めんどくさそうな気がしてさ、変なもん持ってるとね、基本的に多分ね止められやすいんじゃない、古いもんとか、一番捕まってるの原付の人やと思うよ、警察に一番捕まってるのは、原付捕まりやすいイメージあるから、まあいいですわ、俺はその辺近所乗るだけや、通勤にも使わないし、そもそもいらないし、まあ、いなくても全然生活できるから、まあ、遊び始めたもんやけど、もうできたらまた間に合うチャンネルで言います。バチモス協会、本日はスーパーの約550円弁当とどん兵衛のカレーうどんコロッケ付けを食べました、はい、ごちそうさまでした、おいしゅうございました。私はもうこの後もう予定がないのでゆっくりとゲームでもしたいと思います。